田オブジェ前に女性限定クイーンズラウンジを開設しております。ラウンジ内にはカフェコーナーやインフォメーションコーナーを設置しております。ぜひご利用ください。ご来場の皆様にご案内いたします。本日第9レース終了後、1階投票所アタリーナにおきまして、秋田夏子さん、津田まりなさん、加藤成美さんによります習志野キラットスプリント&楽天競馬10周年記念予想トークショーを行います。皆様、第9レース終了後はどうぞ1階投票所アタリーナ特設ステージにお集まりくださいませ。お客様のお呼び出しを申し上げます。お車のナンバー名古屋401なの7796、名古屋401なの7796でお越しのお客様、ハザードランプがついたままになっております。至急お車までお戻りくださいませ。
急レース JR ウェイ交流ファディーブーツ特別距離 1600m の出走馬をご紹介いたします。1番ハニーフィッツ、馬体重 450kg-1、 石崎俊騎手 54kg、 2番トラストエンジェル 434kg+2、 戸崎啓太騎手 54kg、 3番マイネル・ルタン 464kg+2、 岡部誠騎手 56kg、 4番ブルーフォース 491kg+1、 野中裕太郎騎手 55kg、 5番グッディ・インベスト 521kg-9、 中野翔吾騎手 56kg、 6番ナチュラル真珠 461kg-1、笹川翼騎手 54kg、 7番マイエル・エーボス 463kg+5、 柴田大地騎手 56kg、 8番モリデンマンボ 467kg+1、 矢野孝幸騎手 54kg、 9番グロース・アルティヒ 478kg+4、 内田博幸騎手 56kg、当番鈴エンブレム 486kg+8、 西村英樹騎手 56kg、 11番春菜 473kg+11、 酒井誠二騎手 54kg。 以上11頭です。競馬第9競争です。 JRA 交流ファビーブーツ特別、3歳馬の交流戦、距離 1600m、 11頭で争われます。馬場の発表量、枠入り進みまして、 JRA から参戦、11番春菜、鞍上は船橋酒井誠二騎手、収まります。
ゲートイン完了。スタートしました。揃って出ました。いいスタートです。押していますのは4番ブルーフォース。これが先手を奪っていくようです。外から8番モリデンマンボ、9番グロースアルティヒ、前を追っていきます。グロースアルティヒ2番手につけますか。並びかけるのは1番ハニーフィッツ、前は3頭固まりました。8番モリデンマンボが4番手、その内側に3番マイネルルタン、後方勢も差がありません。11番ハルナ、6番ナチュラルシンジュ、さらに内を押し上げていきました2番トラストエンジェルと固まって追走です。後方から5番のグッディインベスト、しんがりから7番のマイネルエーポス、固まって向こう上面です。線を切りました。4番ブルーフォースの逃げはリード首ほど、並びかける9番グロースアルティヒ、2頭の後ろ1馬身半から2馬身差、1番ハニーフィッツ、3番マイネルルタン並んでいます。これに接近11番のハルナ、中段に構えたのが2番トラストエンジェル、盛んに手が動いています。後方ばらけ始めまして、8番モリデンマンボ、これを追っていく6番のナチュラルシンジュと10番スズエンブレム、後方に7番マイネルエーポス、5番グッディインベスト、しんがりに下がりました。3コーナーを迎えています。前は変わりました。9番グロースアルティヒ、ここで先頭、4番ブルーフォース食い下がるが2番手、差を詰めてくるのは3番マイネルルタンと1番ハニーフィッツ、2頭が並んで前との差を詰めてくる。あとは外へ出しまして追ってくる2番のトラストエンジェル、そのうちから11番ハルナ、4コーナーから直線、後方も差がありません。先頭9番グロースアルティヒ突き放してリード2馬身ぐらいですが、追ってきた3番マイネルルタン差を詰めてくる、これが2番手。3番手以下横一線、内の方から8番モリデンマンボが伸びてくる、外にはハルナ、2番のトラストエンジェル並んで、これに接近マイネルエーポスです。前は突き放してグロースアルティヒ先頭ゴリ、人気に応えました。9番グロースアルティヒ、鞍上は内田博之騎手、 JRA から参戦、グロースアルティヒ勝ちました。3番マイネルルタン2番手、7番マイネルエーポスが追い込んで3番手に上がっています。さらない体勢でしたが、2番トラストエンジェル、8番モリデンマンボ、その内側4番手5番手で続いています。勝ったのは9番グロースアルティヒ。前走は大井で行われました JRA 交流戦、参戦してきまして逃げましたが、惜しい体勢での2着でした。ここからさらに前進がありまして、今日も南関東での交流戦、船橋での交流戦使ってきましたグロースアルティヒ、初勝利を挙げています。デビュー12戦目の初勝利。3番マイネルルタンが2番手、7番マイネルエーポス3番手で続いています。お買い求めの勝ち馬投票券、着順払い戻し金確定までお捨てになりませんよう大切にお持ちください。
お待たせいたしました。船橋競馬第9レースの払い戻し金額をお知らせいたします。単勝式9番180円副賞式1着9番100等円2着3番840円3着7番180円枠番連勝副式375,390円枠番連勝単式736,160円普通馬番連勝副式3番9番6,340円馬番連勝単式9番3番8,000円ワイド3番9番2,030円7番9番270円3番7番2,630円3連勝複式3番7番9番7,680円3連勝単式9番3番7番3万4,820円以上でございます。